講師を紹介します。講師は3人おります。まず中央の代表取締役社長の今里さん、濁らないんだって。今里さんは1999年代表取締役に社長さんに就任されて、その後こういうね、いろんなレジオン吸気を開発して発売されております。もぐさ燃焼システム、もぐさすっていうね、もぐさの燃焼温度を測る温度計とかね、何よりもこの物理療法の温熱機器の老舗です。お病院のリハビリには大抵ここの機械が入っているというぐらいね、有名な機械屋さんです。たくさんね、いろんな賞も受けていらっしゃいます。こちらは経営コンサルタントの栗野さん、中央さんの経営コンサルでもあるんですよ。ということで、1999年に会社設立をされておりまして、栗野さんはもともとは化粧品の会社にお勤めでした。で、そういうところからお得意なところは美容院さんのコンサルが、これが一番件数が多いようですね。で、こういうところからエステとか新規接骨院というところに広がっていっているという感じです。小規模な一人でやってるようなサロン経営のようなコンサルがお得意です。はい、それでお給担当です。私です。私2000年に関西鍼灸短大を卒業しまして、針師灸師の国家資格を取得しました。現在は尼崎市で愛鍼灸院というのを一人でやっています。もう一人一ベッドで、ね、頑張っております。で、まあ、学校教員とかの実費診療担当だとかっていうようなお仕事と、あとは結構いろんなところで針灸の仕事はしてきました。大阪医大だとかね、まあ、大学病院だよね。それから病院が経営している鍼灸院、医療生協の鍼灸院さんとか、民間の個人病院の鍼灸リハビリ担当とか、いろんな仕事をしました。で、結局は開業が2003年なんですけど、これはそうですね、1回目の開業がね、この2000年に病院に就職したんですけど、その後すぐ半年ぐらいで病院を飛び出して開業しましたっていうところから今の場所に来たのが2000年です。ということで、私は割ともう卒業して半年で開業してしまいましたので、そこからずっと鍼灸院をやってるという感じです。その鍼灸院をやりながら、このヤイトステーションを作りました。これは鍼灸のボランティアのグループでもあるし、臨床医学育成会という深谷球本と志らくを中心に教えて勉強会をやってるという感じでございます。この臨床医学育成会は初めの頃、大社針さんと一緒にやってたっていう頃もあって、一緒に針もやってます。で、あと愛知万博とか八重戸祭とか、子育てセンターで小児針とかいうようなイベントにもたくさん出てます。だから東北のボランティアとかにも行ってました。針灸を通じていろんなことをやらせていただいております。それで今までね、20年やってきて、で、今この前の20年とこれから先の20年ってもう全然違う思うのね。だからそこら辺をどう生きていきますか、あなたはどうやって20年を過ごすかっていうことを今から考えませんか、ということをやりたいなというふうに思います。そこにお灸を混ぜていただけないかなというふうに思います。そしてそれがもしビジネスになるのであれば、ね、みんなで前向いて頑張ろうということをやっていきたいと思っております。ここにね、動画が1個ずつ載ります。それから YouTube の方のチャンネルを作っております。なので、ここを見ていただければ、また新しく動画が載ります。一番新しい動画はここに載りますのでね、遠くて行けないっていう場合もあるよね。私もね、大阪だから東京へ行くとかいうのはもうなかなかうしょって思わないといけないところはあるし、地方の方の気持ちっていうのはある程度は分かります。
阪もね、あの勉強会は多いけど、やっぱり東京と比べて違うし、もっと近く方へ行けばね、なおさらですよね。勉強したい気持ちはみんなあっても、なかなか動けないというのは確かにある。だから、ちょっとずつ動画でご紹介ができればいいなというふうに思っています。そして、やはり実技っていうのは、あの顔を合わせて手を取ってやらないと、なかなかね、飲み込めない部分もあるので、できればいつかお会いできればなというふうに思っています。動画の方も頑張って、まあ私なりに頑張って作っていこうと思っています。次は休活未来塾のお申し込みについてご説明をします。まずね、ホームページにあります申し込みボタン、こんな色しているやつを、ポチッとしてください。そうしますと休活未来塾申し込みページが開きます。で、ここに必要事項を記入して送信してください。一番よくあるのが、このメールが返ってきてしまうということです。パソコンから発信します。パソコンメールが受信できる設定にしておいてください。それで、このメールが戻ってきてしまった場合は、お電話をします。すいませんが、お電話で確認をさせていただきますので、電話番号を必ず書いてください。そして、お昼休みしか取れないよとか、夕方しか取れないよっていう方は、その旨何時ぐらいにかけてくださいというのを書いていただけると助かります。で、何のご連絡をするかというのは、確定した振込金額いくら入れてくださいねというご連絡です。で、この時点ではまだ申し込みが成立しておりません。メールでお知らせしました受講料を銀行振込でお支払いをお願いいたします。お支払いいただいたら、また事務局に入金のメールが来ますので、確認しましたというメールをお送りいたします。そして確認メールが受信されたら、申し込みが完了となります。この完了メールが来るまで、これは大事に保管してください。支払いの完了メールが届きましたら、お申し込みが完了となります。で、ちょっとパソコン苦手とか聞きたいことがあるなっていうことでしたら、お電話で、していただければ、こちらでもお申し込みを受け付けております。中央の中に休活未来塾事務局というのがございます。会社の中で電車を受けますので、平日の9時から5時、土日祝はお休みとなっております。すみませんが、こちらの電話で余裕を持ってお電話をいただければと思います。これをポチッとしていただけますと、こういうね、お申し込みフォームというのが開きますので、チェックしていただいて、皆さんのお名前とかアドレスとかお電話番号とかいうことを記入していただいて、何時ぐらいに電話をかけてくださいとか、何かありましたらこちらにお貸しくださいませ。で、一応振込先ここにも書いてあります。メールでもお送りいたします。すみませんが、振込手数料はご負担願いますということで、チェックして送信してください。キャンセルポリシーについてです。講座開催の平日2日前、つまりは日曜日に開催するんであれば金曜日までです。土曜日が休みになりますので、金曜日までに受講料のお支払いとかお申し込みをしてください。で、金曜日にお申し込みをされた場合は、すみませんが、お電話をいただけますと助かります。土日祝がお休みですので、すいませんが、余裕を持ってご連絡、お申し込みをいただけましたら処理がありますので助かります。で、お申し込みのフォームを飛ばしていただいて、その後ご連絡なしで不参加の場合は、受講料 100% が発生してしまいます。恐れ入りますが、必ず振り込みまでのお手続きをよろしくお願いいたします。土曜日は連絡が取れませんので、すみません。土曜日に何かあって日曜日来られないということですと、 50% のキャンセル料が発生してしまいます。必ず平日に余裕を持ってご連絡をしてください。よろ
ろしくお願いします。それからですね、開催日時が変更になりましたとか中止になりましたというような事務局側の都合の場合ですね、公私休業などの場合、こちらからメールまたはお電話でご連絡をいたします。で、日にちが変更になりましたというようなご連絡をしますので、改めて参加不参加ということをお申し出ください。もし申し込んでいて変更になって参加ができなくなりましたという場合には、受講料は全額返金いたします。そしてやんごとなき事情で中止になりますという時も、同じようにメールまたはお電話でご連絡をいたします。この場合は受講料も全額返金いたします。申し込みフォームに書いていただいたプライバシーについては、プライバシーポリシーに基づきまして安全に管理をいたします。よろしくお願いします。ですね、はい、中央と宝塚経営研究所と私ども八重田ステーションが手を取って、これから先の自分のことを考えていこうという勉強会を立ち上げました。ぜひ休活未来塾にお越しください。たくさんのいいねをしていただいてありがとうございます。ぜひぜひぜひお顔を見せていただければ嬉しいなというふうに思っております。お給の勉強会も珍しいですし、経営のお話を10人という少ない人数で聞けるというのもすごく珍しいことではあると思います。貴重な機会です。講師とのやり取りも、ね、非常に身近ですし、疑問もその時にぶつけていただければいいなというふうに思います。はい、以上、休活未来塾のご案内でした。たくさんの方に出会えることを楽しみにしております。ですけどね、1講座が10人なんです。ちょっとお部屋に入れなくてね。ですから、早いことお申し込みをいただければと思っております。さあ、どうですか？お給の勉強会って珍しいよね。なかなかお給を教えるところってないんですけれども、本格的にきちんと教えていきたいというふうに思っています。そしてそれをどういうふうにビジネスに活用していくか、皆さんの鍼灸院がどういうふうに考えるともっと繁栄するかということも考えてみたいよね。それから開業したいっていう皆さんもちゃんと考えて、ちゃんと計画を練って開業しようっていうことをやりましょう。普通の業種はね、そうですよね。ちゃんと計画をしていろんなことやりたいって考えて、何をしようかって考えて、それから開業するよね。鍼灸院って意外と鍼灸免許を取ったから開業するっていう、ね、ことがやや多いような気がします。ですから3万件あるけど結構休眠しているところも多いんだそうです。皆さんの未来が輝かしい未来となりますよ。一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。お申し込みお待ちしております。では。